どうも、キスケです。ということで、ドッカンフェスが、実装されたということで、しっかりと、まあ、弾いていこうかなと、思います。まあ、ちょっとね、初めてドッカンバトルの実況を撮るんですけど、まあ、ランクは68と、まあ、なかなか高いんじゃないですかね。はい、6周年があるって知ったのがなんか2日前ぐらいで、そっからちょっと急いでダウンロードしてやったっていう感じなんですけどランク68はやばいでしょうね。なかなかで、今回は身勝手と、ブルーベジータが実装されたということで、個人的にはねブルーベジータの方が好きなんですけど、まあ、無料で貯めた石が300個あるということで、まあ40-40で引いていこうかなと思います。はい、やっていこう。まあ、正直何もわからないああ虹色、何もわかんないんだよな。ガシャ演出何が熱いかとか、ああ悟空で終わり。ただまあ虹色出たんで、まあ、そこそこいいんじゃないですか。はい、人造人間17号、何がその副産物で強いのかっていうのも分からんし、とりあえずこの目玉の身勝手引いときゃいいんでしょ引くよ俺は。はい、悪いね、なんか6周年からポッと始めたやつが身勝手サクッと引いて神引きガシャみたいな感じで動画撮っちゃって、ほんまに申し訳ないなとは思うんやけど、普通に引いてきます。はい、スーパーサイジントランクスいいんじゃないですか。ただその虹色が出たから、まあ、SSR が出るとは思うんですけど、まあそう簡単には出ないか。お、来た。へえ何が強いかとか全くわからんからね。はい、まだスタートダッシュガシャのなんか宣伝みたいなの来るからね。でガシャは何が演出強いかっていうのも、まあ、ちょろっと調べたぐらいなんで、あまりよく分かってない。お、これ熱くね。ベジットはさすがに熱いでしょ。なんか最初に飛んでくる仲間が、そのなんていうの、サタンを背負ったブーとか、そのマイを背負ったトランクスとか、その辺やったら結構熱いらしいんやけど、わりかしベジットもめちゃくちゃ熱いんじゃないのこれ。サクッと引くよ俺悪いけど、無料で引いた石やからねこれ。無料で引いたっていうか、集めた、かき集めた300個の石なんですけど、がっつりと引いていこうかなと思います。はい、ドッカンバトルのユーザーってさ、こういう初心者に対するあれは優しいのかなどうしてもめちゃくちゃ厳しかったら、おいおいおいと。これビルス熱いんじゃね、フェスゲンって書いてあったよ今。初心者がシャシャリ出てくんじゃねえよみたいな感じの温度差だと、このガシャ動画はなかなかにひどいことになるかもしれないさあ、まあ一応フェスゲン引いたけど、ドッカン限定ってやつよく分かってないですね新鮮でいいんじゃないですか、逆に悪くないんじゃない。でなんか最初の仲間飛んでくる時にベジータがいると、さっきみたいにベジットになる可能性があるっていう、なんかちょろっと調べたんですよね、ガシャ演出どういうのが熱いかみたいなは調べさせてもらったんやけど、あまりよく分かってないあまりよく分かってないですね。ああ、魔人ベジータ俺好きっすよ。何が強いのかとかはもう全く分かんないですね。はい、一応ストーリーはね、なんか今人造人間編やってますね。その辺をクリアしまくって、石1個ずつ集めまくって、であと6インボーナスとかでがっつりこう石配ってくれてるんで、今ね集めていくっていう、そういう感じですよ。はい、だからそう考えると6周年ってすごくね。6周年っすよ。だって中学校入学して高校も入学して
卒業するぐらい続いてるってことでしょ。なかなかやばいよねそれって。トランクス結構引くな。 SSR ゼノということで、これで1回無料引けると。で身勝手の方はこれで40連か。あ、ベジータ来てるよ。またベジットなるんじゃない。虹色、いやベジットにはならない。これってゴッドまであるんですよね。スーパーサイジン、スーパーサイジン2、3、ゴッドまであるらしくて、まあもちろんゴッドが一番熱いというのはもう言わずもがなだと思うんですけど、てか俺が説明するんじゃなくてもうみんな知ってるよね。なんだこいつ。やば。バダク。いや、引かへんか、身勝手。そんな簡単じゃない？これさ、何パーセントなのこれ。身勝手。一応、レジェンズ実況させてもらってるんやけど、その何周年？今？ 2 周年か。レジェンズは。レジェンズは2周年なんやけど、2周年から始めましたっていう人も結構おって、でそういう人から Twitter で DM とかでね、どのガシャ引いたらいいですかとか、どういうパーティー組んだらいいですかとか、結構 DM、毎日のように来るんやけど、気持ちが分かったわ。何周年っていうところから始めて、あ、ちょっと待ってや、ごめんね。提供割合ちょっと見ていい？ SSR10%10% もあんの。あ、でもキャラの数がめちゃくちゃ多いのか。5% あるんや。結構悪くない？ということで、身勝手は出ませんでした。ただその、僕が引いた SSR の中に、なんかこれ、そのキャラめちゃくちゃ強いですよっていうキャラがあるかもしれないんで、まあ、その辺ちょっとね、コメント欄で教えてもらったら嬉しいかなと、思います。あー、スーパーサイジン3にならないか。なんか、全能様とか、時止めウイスとか時戻しか、その辺の演出も結構めちゃくちゃ強いらしくて、まあ見たいっすよね普通に。普通に見たいわ俺な。悟空よりベジータ派なんで、ちょっとベジータの方は引きたいね。うん、どっちもなんかなーなーで引けないみたいな感じの動画だったらさ、非常に面白くないじゃないですか。ただ、石300個ぐらいじゃ出ないのかな？甘すぎる？その考えは。だって40連40連引いてるもんね。40連で出たら、あれか、苦労しないか。この第一形態セルも、割かし好きですね、僕は。ん？あははめちゃくちゃ可愛いやんけ。パンデル。なるほど。もうちょっとどういうキャラクターが当たりなのか調べてからさ、引いた方がさ、俺のテンション的にもさ、変わってくるのかなっていう感じはするんやけど。ああ、全能来た。全能来た。これ熱いやろ。ああ、ゴッド行け。ああ、ゴッドは行かない。え、めちゃくちゃ熱いんじゃない全能様って。あっちっち。あ、引いた。引いた。え？引いてんやけど。え、全能様ってもう確定？もしかして。あれ？あれ、自分なんかやっちゃいました？もしかして。こんなもんなんか。なんかたまにさ、ガシャ動画でさ、そのレジェンズのガシャ動画でもいるんやけど、10連で、まあ、一番レアリティ高い、今回のガシャの目玉キャラクター当たったんですけど、これって運いい方ですか？みたいな人がいるんやけど、それ状態になってるかもしれない、俺。俺なんかやっちゃいました？もしかして。今のですよね、ブルーベジータって。引いたんやけど。どっかまだのちょろすぎワロタンゴなんやけど。大丈夫これ。SSR。ヘルファイター17号。こいつやんな、絶対。引いちゃったけど。どうしよう、こいつじゃなかったら。引いちゃったよ。なるほどね。
で、そのレジェンズ実況してる時とか生放送とかやってるんやけど、いやいや俺はドッカンバトルにはハマらんよみたいな感じで言っとったんですよね、カッコつけながら。結構面白いっていう。6周年にしてようやくドッカンバトルにハマる男ってあまりおらんよね。ただまあ、うん、せっかくのね、そのまあお祭りですから、6周年って言ったらね、6周年で6年前俺何しとったかって言ったらまだ生まれてないんでね、僕は。だからそう考えるとやっぱ長いよね。こうやって正式に喋れるようにもなったし、さあ、いや、あっち全能もベジットも引いたよ。わりかし見たい演出見れたかもしれない。そのまあこういう動画を撮る前に、まあ先ほども言ったけど、そのガシャ演出どういうのが熱いのかなっていうのは、まあちょろっとは調べたんですよね、ちょろっとは。だからああこういう演出見れたらいいなっていうのはあったんですよ。全能様とかもベジット演出とかも見たいなって思っとったんやけど、見れたんで、あ、ベジータいるよ、個人的には満足かな正直。えい、お、来たポタラー、ベジットになっていく、最高やないか。そう、フリーザとかもね、 SSR 今出とったけど結構強いんじゃね。あ、これもあれじゃない。これも追加されたばっかでしょ、これやば。え、俺結構いい引きしてるかもしれない。あ、来た、あ、セル。これもじゃないの。来た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 。やっぱな、俺ベジータの方が好きってね、伝わっちゃうんだよな、こういうレジェンズのガシャ動画とかでも、そのなんていうの、ベジータのガシャ結構確率いいんですよ、いい引きしてるんですよね。で、悟空のガシャは全然引かない、引けないっていう感じが続いとったんやけど、あ、やっぱドッカンでもそうか。いいね、クーラー。いや、これめちゃくちゃいい引きじゃないの、親子ご飯。え、これも強そうじゃね。ということで、セル引いたけど。あれ、あれ、だってここに書いてるもんね、フリーザここにいるし、セルもここにいるし、で、このベジータも引いたし、あ、最高じゃないですか。ということで、まあ、また熱いガシャとか引きたら、うん、どっかの実況撮っていこうかなと思うんで、よければチャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。バイバイ。